米女子ゴルフ、ダウ選手権、2日目。二人一組でプレーするチーム戦で、渋野日向子がホールインワンを達成し、試合を中継したワウワウで解説を務めた東尾美智子も大興奮だった。この日はフォアボールで勝みなみと組む渋野は10番からスタートし、2つ伸ばして迎えた18番パー3でエースを決めた。東尾は渋野が8合でティーショットを放つと、いいんじゃないですか。 とコメントボールはピン右奥に落ちそのままカップに吸い込まれるとすごいと絶叫し叫んでしまいましたと興奮気味に話した渋野にとってベイツアー2度目のホールインワン達成東尾は最高ですねとし打つ前にクラブを変えようかと少し迷っていたんですよねけどこのスピン量を見るとギリギリのクラブで行った感じですよねと分析 笑顔の渋野がギャラリーとハイタッチで喜びを分かち合うシーンでは最高ですよねさすがです渋野は米ツアー2度目のエースこの日はガチとのコンビで61の通算8アンダー首位と4打差の22位で予選を突破した渋野は快挙について綺麗に入ってくれたんでめちゃくちゃ盛り上がったとコメント今後も東尾が驚くような活躍が期待されそうだ米女子ゴルフ ダウ選手権。二人一組でプレーするチーム戦の二日目に渋野日向子がホールインワンを達成した。この快挙は二週前に予言されていた。今季の渋野は開幕から低空飛行が続き、9試合で4戦連続を含むロットの予選落ち。結果はもちろん、内容も低調だったことから、休養や、米ツアー撤退を求める声が多数出ていた。しかし、5月30日開幕のメジャー。 全米女子オープンで2位に入ると、突然の復調。60代を連発し、上位に顔を出すようになると20日開幕のメジャー。全米女子プロでも優勝争いを繰り広げた。そんな渋野の主戦場となる米ツアーを中継する、ワウワウで解説を務めるアマヌマチエコは13日開幕だった。メイヤークラシックで復調した渋野のプレーを確認。コンディションやスイング。 球筋などを徹底チェックした上で、ホールインワンしそうですね、と予測していた。米ツアーでは、2022年10月の BMW 女子選手権以来2度目の優勝。日本ツアーを合わせると4度目のエースは、実力者の証といえる。渋野は今大会に勝南とのコンビで臨んでおり、さらに調子を上げている。今後の活躍が期待される。 吉田は人懐っこくて好奇心旺盛だ。オフ日に知人のゴルフコーチにお願いして、宮崎市内で女子プロゴルファーの渋野ひな子らの練習を見学。渋野は米ツアーでホールインワンを達成し、おめでとうございますと喜んだ。藤川球児氏は今も、師匠として尊敬し、質問攻めにする。市が琵琶湖で一緒に釣りをし、金言を授かった。 今季は2年ぶりに急速アップへワインドアップ投法も解禁するなど、積極的に成長に取り組んでいる。女子ゴルフツアーダウ選手権第2日。二人一組で争うツアー唯一のチーム戦で、渋野ひな子が18番パー3で日米通算4度目のホールインワンを達成。米ツアーでは22年の BMW 女子選手権以来2度目。第2ラウンドはフォアボール形式で行われ。 勝みなみとのペアで43位から61と伸ばし、通算8アンダーの2 2位に浮上した。カップの縁で止まりかけたボールがコロリと吸い込まれ、渋野は驚いた表情で口を押さえ、足を激しく踏み鳴らして喜びを表現。チーム名、H、H&M としてペアを組む相棒のガチと笑顔でハイタッチを交わした。2年ぶりのエース達成。 25歳の渋野はメジャー2戦連続トップ10入りで完全復活を印象付けた。震えました。綺麗に入ってくれたから盛り上がった。前半は17番まで2バーディーしか奪えずにもどかしい展開が続いた。折り返しの18番、143ヤードに設定された池越えのパー3で8イを握ると、第一打はドローの軌道を描き、ピン右奥約30センチからスピンで戻ってカップイン。 この一打で勢いづき、61をマークして決勝へと進んだ。5月中旬までは最高成績5時比と苦しんだが、全米女子オープンで2位に入って復調のきっかけをつかんだ。オフから辻村明志コーチと取り組んだスイングに、以前使っていたシャフトに戻した 1W が噛み合った。最も長いクラブが気持ちよく振れるようになれば、ショット全体が良くなるのは自然な流れだ。 ペアを組むガチとの相性も抜群。家を借りて一緒に泊まっており。前夜は二人でオムライスを作ったという。ガチが最高だよね、と言えば渋野も、めちゃくちゃ楽しい。やばい、と応じる。28日の米女子ゴルフのダウ選手権第二日。渋野ひな子が18番パー3でホールインワンを達成。この一打により、大会スポンサーから小児科病院に2万ドルが贈られることになる。 第2日、28日、米ミシガン州ミッドランド CC 女子ゴルフの渋野ひな子が29日、インスタグラムのストーリーズを更新。頑張ろうの意気込みの言葉を添え、米女子ツアーのダウ選手権でコンビを組む勝みなみと二人で水を持って決勝ラウンド進出を喜び合う場面を公開した。撮影者から、予選通過おめでとうございますと声をかけられると、渋野は、 ありがとうございます。い,いえ、と笑顔で棋聖をあげた。ガチから、とりあえず、バーディーたくさん取りたいね、の声に、だね、と健闘を誓った。渋野は18番パー3で、ホールインワンを達成した。渋野、勝ち組は、通算8アンダーの132、43位から22位へと順位を上げ、決勝ラウンドへ進んだ。 女子ゴルフの渋野ひな子選手がアメリカツアーで2度目のホールインワンを達成しました。本人もびっくりの一撃でチームに勢いを与え、スコアを伸ばしました。富士テレビの報道スポーツ部、女子ゴルフの渋野ひな子がアメリカツアーのダウ選手権で18番でホールインワンを達成。渋野はこれで4度目のホールインワンを決め、勝みなみと共に喜びを分かち合った。 渋野とガチは首位と4打差の二軸に痛いで、明日の決勝ラウンドに進出。28日、渋野ひな子が18番パー3でホールインワンを達成。米ツアー2度目の快挙に本人も驚き、勝南とのダブルスのペア戦で、渋野が池越えに放ったティーショットはピン奥に落ち、1メートルほど戻ってギリギリカップイン。本人は驚きを隠せず。 ガチとキャディーと共に喜びの輪を作った渋野がオレンジジュースガチがミネラルウォーターを持ち笑顔で乾杯ファンからはとびきりの笑顔素敵ですかっこいいショットと可愛い喜び方にキュンとなりました二人ともいい笑顔などの声が寄せられた渋野ガチのペアは61で回り通算8アンダー22位につけている ザ・ ENSWER 編集部。ダウ選手権第2日米女子ゴルフのダウ選手権第2日は28日。渋野日な子が18番パー3でホールインワンを達成した。米ツアー2度目の快挙に本人も仰天。ラウンド後には何とも微笑ましい方法で祝福の儀を行った。勝南とのダブルスのペア戦で行われ。 18番パー3で渋野が池越えに放ったティーショットはピン奥に落ちると1メートルほど戻ってギリギリカップイン本人は口を押さえて足をジタバタさせて驚きを隠せない駆け寄ったガチとそれぞれのキャディーと4人で歓喜の輪を作って喜んだ米ツアーでは2022年 BMW 選手権以来2度目国内ツアーも含めると4度目の快挙渋野がオレンジジュースを持ち ガチがミネラルウォーターを持ってグラスを掲げ、笑顔で乾杯した。渋野ひな子プロが18番でホールインワンを達成し、ファンからは良いコメントが寄せられた。渋野、ガチのペアは61で回り、通算8アンダーで2 2位につけている。